優馬タセサブス。さあ、それではリスナーさんからメール届いておりますのでご紹介していきましょう。スイミュートさんからいただいてます。ゆうまさん、こんばんは。私がやってほしいのは内田ゆうまのイントロクイズです。ご自身の曲なのでめちゃくちゃ本当の最初の最近の音だけで当ててほしいです。ということで今回はこちらでホップしていきたいと思います。内田ゆうま楽曲イントロクイズ。早速新曲からさあ、というわけでこれはね、間違えられませんよ。今回はシンプルにイントロクイズ企画でございます。流れるのは全て内田ゆうま楽曲です。もうライブも始まりますから、もう自分のねこの曲のことはね全部把握してますよ。任してください、任してください。今回はなんと冒頭3秒だけ流れるそうですから、これぜひとも皆さんもやってくださいよ。一緒に皆さんも当ててください。僕より早かった人は3000点あります。さあ、というわけで早速やっていきましょう。内田ゆうま楽曲イントロクイズ。それでは最初の曲お願いします。はい、 Can you keep a secret。 まあまあこの程度序の口でございますから。じゃあ続いての曲お願いします。はい、ルーザー。ああそうだあ、いいですね。あ、かっこいいですね。同じ人の曲とは思えないですね。同じ人が作ってる曲ですよ。かっこいいですね。さあ、じゃあ続いての曲お願いします。はい、スターダスト。かっこいい曲ですね。同じ曲、同じ人が作ってる曲ですよ。現状全部同じ人が作ってる曲です。かっこいいですね。いい、こんだけバリエーションがあるって。じゃあ続いての曲お願いします。はい、メリークリスマス。はい、来ました。正午からのショーショーさんですね、これね。ありがとうございます。いや、いいですね、いいですね。じゃあ続いてお願いします。はい、サマーデイ。はい、いいですね。ショータイムですね、これは。違う。まさしくショータイム。まだ行きますか？じゃあ続いてお願いします。はい、君に話したいこと。いいですね、塚田さんの楽曲でございますけども。ちょ、待ってください、これ。間違えんって。間違えないって。いやいやいや。もう、これはもう、今日はこれかなりいいんじゃないですか？これ、今日は、ホップできました？やったー。ホップできましたね、これはね。これ間違いなくホップできましたわ。いや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 、そりゃ間違えんて。200曲ぐらいできたら、あれってなるかもしれないね。まだまだね、内田さんもまだまだこれからですから、ちょっと頑張っていきたいと思います。くだらないと知ってるのに、傷つくと分かってる。この感情エラー、そうあのエラーだけどね、分かってほしい。どうしようもない。